皆さんこんにちは、東京ではね今日も206名、感染者が出てるようで、ここ本当数日ずっと200人超え、この先ね本当またどんどん増えてはいくとは思うんですけども、この先ねコロナどうなっていくのかな。本当、このコロナのおかげで本当はね今頃アメリカのロサンゼルスで行ってる予定なんだけど、本当今年はね本当2月にフィリピン行った以来ずっと日本から出れない状況、本当参ったね。いつ出れねえよね次ね海外行けんのは。で今度7月の22日から GoTo キャンペーンっていうのが始まると。まあ、日本国内旅行やねに対して、半額補助が出るっていうことなんやけど、でもこれ今からどんどんまだコロナも増えていくやろうし、こういうのってどうなの、行って感じなんかな、国内旅行、県またぎ、ね、どうなんだろうね。皆さんこれどう思いますか。